信仰の法、地球神エルカンターレとは、大川隆法。信仰の法、目次。前書き。第一章、信じる力。人生と世界の新しい現実を作り出す。1、一生懸命に道を求めてきた私の人生。私も宗教家として立つとき、周囲の無理解に悩んだ。奪うばかりでお返しができていないという20代前半での気づき。2、幸福の科学はなぜ大きな力を持てたのか。何もない状態から始め、組織の運営で悩み続けた立秋当初。幸福の科学では、なぜ多種多様な分野の教えを説いているのか。今後、見たことのないような大きな奇跡が起きる。日本の大きなトレンドを作っている幸福の科学。考え方、理想、思いの力によって世界を動かす。3、世界中の戦争を終わらせるために活動を続ける。今、私たちは大きな時代の変わり目に存在している。宗教戦争のもともとの争いの種をなくそうとしている。アジア各地で起きる戦争を乗り越えるだけの思想を提供する。人間を超えた存在があって、初めて実現する許し、和解。4、信じる力が奇跡を起こす。アジアやアフリカにも浸透している幸福の科学。トランプ報道に見る世の中に認められることの難しさ。自助努力をしつつ、信じる者に大いなる他力が及ぶ。幸福の科学の名前を隠さずに堂々と活動している幸福実現党。信じる力の持つ本当の意味とは。明日を変える言葉。1、信仰の無限界の力。病が治る奇跡。第2章、愛から始まる。人生の問題集を解き、人生学のプロになる。1、愛されたいという気持ちは人間の本能。愛を与えられたい。人はそう思うもの。物事に励む原動力にもなりうる愛を求める気持ち。愛されたいという気持ちが苦しみを作ることもある。人を愛することを難しくするさまざまな条件。2、人生の問題集、組織の運営に伴う愛の苦しみ。親子の愛、夫婦の愛にもさまざまな問題が伴う。組織を発展させるための人事を理解してもらえない悲しみ。聖フランチェスコとマザー・テレサの例に見る組織運営の難しさ。シャクソンも苦労した組織運営における生かす愛の難しさ。3、愛すること、信じることで人生学のプロになろう。人生のあちこちに出てくる考案を一つ一つ乗り越えよ。宗教を学ぶ意味の一つは人生学のプロになること。奇跡が望まなくとも信じる心を持ち続けよ。少しでもこの世を神の国へ近づける無限の未来への挑戦を。4、そして許す愛で憎しみを超える。行為を憎んでもその人の本質は
憎まない。他国を憎むことをはっきりと教育する国々。愛の反対にあるのは憎しみのもとにある嫉妬心。5. 世界に必要なものは神の愛。国民を幸福にしようとするのが政治家の愛であるべき。日々の言葉や行動の中に神の愛を。明日を変える言葉、2. 相手の神性の善なるを信じて解き放つのが愛。3. 未来への扉。人生30,000日を世界のために使って生きる。1. 人生の早い時期に目覚め、志を立てよう。私の一生は30,000日という視点で人生を見つめてみると、まず志を立て、志に向かって自分自身を説得していく。人口1億人を超える日本で頭角を現すことの大変さ。2. 未来を見通す力を持つ幸福の科学。幸福の科学立秋34年の歩みと今後の展望。時間をかけて信者になってくださる方々を作る。私が若くエイジレスに見えるのはなぜか。経済、政治ともに乱高下が予測される。幸福実現党の強みは先が見えること。一時を万事に引き寄せて考えることの具。バランスを欠くマスコミ情報をどう見てどう判断するか。3. 未来への扉を開く鍵。個人や全体を堕落させる方向に導く思想や理論に乗るな。家庭でも仕事でも一生を貫くような粘り強さで努力をする。4. あなたの未来、死んだ後はどうなるのか。人は死んでもあの世がある。天国地獄を知ればライフスタイルが変わる。仏法真理の力で不浄物の先祖や縁者に救いの道が開ける。多くの人々の魂を救う伝道活動へ。明日を変える言葉、3. 富について良い信念を持っているか。4. 日本初世界宗教が地球を救う。この星から紛争をなくすための国づくりを。1. 国家の基本的精神は宗教から来ている。今慈悲と愛の時代が到来している。宗教が否定される国家の繁栄は許されるか。漂える国、日本に精神的な背骨を通したい。正論を言えないような国民に未来はない。2. 光を感じ、人生を立て直す瞬間を。霊的存在が肉体に宿って地上で人生を送っている。あなたが死後に経験する個人としての最後の審判とは、海外と大きく違う日本の宗教事情。人間は神仏の子であり、神仏の光の一部を宿した存在。3. 大国日本が果たすべき使命とは。進化論は仮説であって真実ではない。地球の異変と新しい文明づくりは表裏一体。私が生まれてきたのは希望の未来を告げるため。4. 世界紛争を根本からなくすために。私の本当の仕事は
ワールドティーチャー、教祖の霊的能力のあり方によって宗教の違いが出る。世界宗教のルーツにあるエローヒムという名の神、世界の紛争を根本からなくし未来を開く幸福の科学の使命、明日を変える言葉。丸四、我を信ずる者百人あらば、その町に壊滅的天変地異は起きまい。第五章、地球神への信仰とは何か。新しい地球創世記の時代を生きる。エルカンターレは地球神、幸福の科学は日本の一宗教の枠を超えている。会の規模や教え相応に変化してきた幸福の科学の信仰形態、信仰においてもう一段の絞り込みがいる。エルカンターレ信仰とは、地球神の存在を認める信仰。同時代の人には本当のエルカンターレ像が見えにくい。2. エルカンターレの本体偽証の真実。1回目の名はアルファ、2回目の名はエローヒム。アルファは地球的真理の方向づけを行った。エローヒムは光と闇、善悪の違いを示した。エローヒムが説いた統治の原理とは、分身は何度も地上に出て新しい宗教活動を起こした。3、すべての宗教の中心に地球神信仰を。人類の危機と宇宙からの介入の可能性。未来の人類が頼りにすべき地球の法を残す。私は地球における最終責任を背負っている。天上天下唯我独尊が今意味するもの。4、今新しい地球創世記が始まろうとしている。第6章、人類の選択。地球神のもとに自由と民主主義を掲げよ。1.21世紀は平和と安定化、人類の淘汰化。22年ぶりに東京ドームで講演をしたことの意味。資源の神、創造の神であるアルファ。ここ100万年で人類は7つの文明の攻防を見てきた。2、世界各地にある核戦争の危機。今、北朝鮮の核開発による3回目の危機が訪れている。アジア中東の核をめぐる状況。3、世界的正義に照らして各国の現状を見る。アメリカ、ロシア、中国、北朝鮮、日本。4、人類は今重大な岐路に立っている。自由と民主主義の国にある政教分離の問題、政教一致の一神教が抱える問題点。5、地球神エルカンターレからのメッセージ。後書き。